マグマボムか。え、ついにマグマボムって。あ、3つ目。あ、いや、5個目ね。わー、うん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 、微妙だ。よし。さあ、行くぞ。まあ、初期攻撃も遅いしな。初撃か。攻撃速度が遅い。あー、なんや、お前ら。逃げれた。お、ブロックやるじゃん。うわ、こたつ引いてんな。さすがに6月はこたつ直してんな。OK、で取れた。やったー。懐かしいなーってか、俺黒電話使ったことないけど、こんにちはーっと。おい、ん、うわ、やられに来たか。そりゃこっちのセリフだよ。こないだのようには手加減ませんぞ。寝かしてるわ。よし、さあ来い。くそいやー。よーし、死ねー。よっしゃ、来たー、決まったー。クソイヤー。風船205、なんかどんどん攻撃力が上がってるー。いいねー。これで決めたかったんだよ。これを決めるためだけに貯めてたからね。はい、エチプチップ、お前めちゃくちゃいいな。お前いいな。ひー、あわわわー。くそ、うん、見えるけど、見えるだろう。こういう時にね、眼帯をね、右目か左目かにしとったらすげえ強いんだよ。グヒャ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 。あばよ、マグヌケども。どんな笑い方だ。くそ、また逃げられたか。くそ、脱出エレベーターまであると追いかけてもらう。もう無駄か。あいつめ、くぅ、HP チップだけもらう。よーし、あ、よーし、寝るね。いいね、こたつで、こたつでじっくり寝な。ほら、風邪ひくなよ。ガルルモン、風邪ひくんかな。こいつ汗かいてもあれやな。汗かかんか、そもそも。むしろ暑いと、汗かいて寒くなって、あ、風邪ひくんかな。まあ、怪我してるけど。これは奥行った。これは右側かな。うわぁ、あいつら楽しそうやな。あいつら楽しそうやな。うわぁ。うわ気持ち悪いな、でもあんな。ただの草がこう。追いかけ回りよ。まずそうな。あいつ天ぷらにしても美味しくないやろうな。天ぷらにしたらやばいやろうな。あ、こんにちは。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 え？邪魔ですよ。ばっかになるのか。死ぬの？ほんと金だけあるんだよ。金で世界を救えるけどな、このデジモン実は。HP チップと MP チップを買いまくって、MP、助けてくれー。 MP と HP さえ上げとけば死なないからな。ん？上の方から声が誰かいるのか？いや、そこに誰かいるのですか？え、誰だっけこれ。助けてくれー。急に地面がせり上がったのです。そんなバカな。本当です。何か機械が動くような音がしたんです。誰？こいつ誰だっけ？いつもと違うんじゃないの？エレベーター。戻るのか？戻ってエレベーター。シェルモンね。あ、やばい。病気になった。まあ、ライフが死んだとしてもライフが1個なくなるだけやけど、大丈夫やろ。まだいける。まだいける。まだいけるぞ。頑張れ、ブー。お前ならやる。回転回転です。お、なんかここのステージは初めてだな。お、売れる。どこだ。攻撃チップ最高。あ、ここか。ここだな、完全にここだな。スイッチオン、スイッチオン。ここだろ、完全に。完全に、あ、先になんかある。極上肉だ。でも持てない。極上肉持てないの。確かね、ここね、確か落ちるような気がしたんだよ。ん？ちょっとね、ネットでちょっと調べたんですけど、なんかエレベーターを直さずに、エレベーターを直さずに なんかしてしまったら、なんかやばいことになるらしいんですよね。
え、まさか。わーい。で、これエレベーター直さないとダメなんだよな。やっと仲間になった。俺ここ3周ぐらいしたんだけど、いやー助かったです。お前か、ハマってたのは。ちょっとだけどちょうどよかったのです。え、何が？僕は僕の才能を生かすために君の町へ行く途中だったのです。どんな才能？おや、僕をご存じない？僕はデジモンの中でも評判の物知りなのです。へえ、そんなの聞いたことないぜ。さあ、僕、町へ向かいましょうか。こいつ、役に立つのか。では、ごきげんよう。空中歩いておくと大丈夫。よーし。やーっと仲間だった。あー、3周したー。うーきちー。次何しよう。シャルモン仲間にして、あれ、オーガモンは？まあ、そいつはいいか。そろそろドリモゲモンのところ行こうかな。オートパイロットで戻りま、あ、待てよ。なんかね、ちょっとね、RTA の動画を見て、ちょびっとだけ見て、なんか上から行くとなんか雪だるもんになんか話しかけられてたんだよな。ここら辺で。俺にも話しかけてくれ。あれ、なんかやっぱ特別ななんか理由がいるんかな、やっぱ。まあ、ええやろ。お前ならいける。めっちゃくらい。死ぬぞ。怪我したら。死ぬ。よし。で、頑張れ。一撃で死んだ。バカな。このガールモンが。防御チップが全部なくなった。え、どこかに、あ、売り出されてるかもしれない。あー、もう防御チップがなくなった。もうそうだった、忘れとった、完全に忘れとった。いや、俺は消さない、俺は絶対消さんぞ。でもなんかどっかに売り、もうお前、うんこがお前、お前どっかに売り出されてるって言うから、あれかな、なんかどっか取られたの。あ、トコモンが持ったわけないか。くそ、なんで預けてないんだ俺は。そう、いやだって迷っとったんだもん。でデビルモン、あいつデビルモン戦いたかったんだもん。マジだもん、最悪だもん。もうほほほんもうほほほん、チップなんていらないよ。デジモンテーマレベルを、上げればその分ちょっと強くなったりするんでね。おー、結構なんかすごいデジモンできたような気がするな。昔ね、ほんとね、全然埋まってなかったんですよ。もう全然埋まってなくて、俺なんでこんな埋まらんのみたいな。なんだこれ。そりゃ攻略本も何もなかったらこのゲーム全クリは無理ですわ。あ、でこれ、そういえば知ってる？トロピカジャングルに変な植物が生えてるって。あー、いや気持ちいいや。光合成ってどういうことやねん。一応ね、星降る雨かなんか知らんけど持っとんすよね。これね、雨降り層、これがねいるんですよ。これね、すごいいいんですよ。これがすごいんですよ、これ。てかもう、あれ、ハエンド20になったんだな。とりあえず、ちょっとジジモンに話しかけてみるか。まだね、グレモンは来んと思うけどね、さすがに。まだ来ないだろう。まだ来んだろう。オッケーオッケー。ん？ハエンドは17じゃ。あれ？あれ？ 17 じゃまだ全然ないけど。なんか、20ぐらい。あ、看板破りやったっけこいつ。うわー、マジかよ、17で来るの。まだ17だぜ。
え、グレイモン17だっけ。うっそやん。一撃かよ。ボックスファイヤー、ボックスファイヤー、ボックスファイヤー。あれこれな、永遠と終わらん感じ。あーなるほどね、範囲と15で来るんか。おお全然取られてない。これな、一生来る感じ？一生パターン？これ無理なんだけど。待てよ、これオートパイロットを食わしてさ、うーんじゃねえよ。ほら、よし、これオートパイロット食わして緊急回避だ、緊急回避。始まりの街でオートパイロット食べろ俺で、下に続く。よーし、これでグレモンが来ない。よーし、実際来てなかったかもしれんけど、まあいいや。でもあそこ通るときちょっと怖いな。もう怖いぜ。金なくなんないのはこのゲームいいよな。いまだに素人テーマなんだけど、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。こんにちは。もういいでしょ、俺今日は俺っち飯担当。あれ変わってないな、あれ変わってないな。大丈夫かなこれ、終わってる。なんかさ、貢献度じゃない、繁栄度を引き上げればドリモゲモンが仲間になったような気がするんだけど、あれ違ったかな。もしかしてバイトした数、10回バイトしてから貢献度5上げたらみたいな、そんな感じやったかな。あれ、全然覚えてない、全然知らん、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 開通しちゃう。いける、お前ならいける。おほら開通してる、やったぜ。じゃあ行こうぜ、メラモンのところに。ドリルトンネル地下2階、勝ったね。あれやべえ、硬い大岩に当たっちまった。こいつは俺っちでも掘るのは無理だ。え、無理、そんなお前そんな情けないこと言うな。左からこうやっていけよ、どうにかして押してどかすしかない。お願いできるか。そう、押すことができるのか。頼むぞブー。あー、こんでぐらい楽勝ですよ。足ないけどな、足や手ないけどな。お、頑張ったね。鼻で押しとんの、鼻で、完全に鼻で押しとんの。おー、すげえ力だ、岩が動いたぜ。奥は空洞らしいぞ。よーし、最高ぜ。歩くね。うわ、溶岩の川だ、危ない危ない。おい、中へ行くのか、気をつけろ。いや行くよ、メラモンが待ってるからね、間違いない。はい、こんにちは、あった。あれ、あ、こっちだった、上か。わー、でもなんかご機嫌が悪いね、なんか暑そうやもん。まあそうだろうな、だってこいつね、フォックスファイヤーとかね、こう なんだ炎出すくせに炎が苦手というね。はい、こんにちは、あった。一体いつからこの島は変わってしまったというのか。種族は日に日に離れ、記憶は失って野生化していくばかりだ。私自身もいつまで理性を保っていられるか。このままではいけない、島の異変に気づいてもらわなくては。少々は乱っぽくなるが。はあ、これはブルーメラモンになっちゃう？スーパーブルーサイヤ人になっちゃう？サイヤ人ブルーになっちゃう？やめろ、島をめちゃくちゃにする気か。なんだお前は、邪魔をするな。もはやこれしか手はないのだ。お、ボクシング、ボクシング、お、俺とやるか。え、ぶっけるぞ。あんだ
グレムスとされたけど、あ、もう弱いわこいつ。あ、こいつも、もう拳1回交えただけでわかるから、こいつは弱い。フォックスファイヤーで決めたいね。これフォックスファイヤーで決めたいよ、これ。フォックスファイヤー食らえ。逆に回復しそうだけど、あいつ、あの赤い炎だろ、こっち青い炎だから、こっちの方が強い。よし、ちょっと HP やっぱ低いな。バカなこと、他にも方法があるというのか。街がめちゃくちゃいね、街じゃない、なんだと。俺たちは島のために街を作っている。街中、街じゃない、まあお前がいればメラモン、お前がいればみんながな豊かになる。飯は必要なんだ。よし、オッチプー。あー、早く戻って、あの預け屋に、あ、預け屋に預けたいな。じゃ、お、薬だ。いいね、これは、うんにくろ。よし、コイチップ。お、コイチップ2つ持ってるな。いいね、いいっすね。マジっすね。コイチップとかチップ系は、ちょっと今言いますけど、肉ねーし。ごめん、あれ。コイチップとか、防御チップとかは、もうちょっとテーマレベルが上がってからやった方がいい。というか、もう全部上がった状態で、コイチップとか防御チップとかにした方がいい。なんでかというと、お、火山がなくなった。なんでかというと、これ下行ける、お、下行けるやつ、待って。なんでかというと、素人レベルじゃない、テーマレベルを上げると、なんとですね、前回寿命で死んだデジモンの能力値を最大で 30% ぐらいだったかな、継承できるんだよね。だから最後の最後使った方がどん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 継承されて、強ければ強いほどすごくいいという。だから最後、もうほんと、めちゃくちゃ強くなった状態で、一回死んで、で、そっから最強にすれば、一番強いデジモンができるというね。なので、最初に使うのは、もったいナッシング。これね、確かね、下に行くとね、ドリモゲモンがね、仲間になっちゃうんだよね。最初にね、これドリモゲモンをね、仲間にした方が、確か良かったような気がせんこともないんだよな。そうだよね。ですよねー。こんにちは。あれ、あ、デジモンだった。あ、こいつなんかすげえ頑張ってる。今日も穴掘りー、明日も穴掘りー、楽しいなー、てんてん。なんだ、ここはまだかかるぜ。他のとこ行きな。